名を聴取します。若宮健嗣国務大臣。はい、若宮大臣。ただいま議題となりました消費者契約法および消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由および概要をご説明申し上げます。近時の消費者契約に関する環境の変化、消費者被害の発生状況やその回復のための措置の運用状況等を踏まえ、消費者が事業者と安全で安心して取引を行うことができる環境を整備する必要があると考えられます。そこで消費者と事業者との間の情報の質および量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護をさらに図るため、契約の申し込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずるとともに、被害回復裁判手続きの対象となる損害の範囲を拡大する等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。次にこの法律案の内容につきまして、その概要をご説明申し上げます。第一に、消費者契約法に関しては意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、消費者が消費者契約の締結についての勧誘を受けている場所において相談を行うための連絡をする旨の意思を示したにもかかわらず、違反する言動を交えて連絡することを妨げること等を追加することとしています。事業者の損害賠償責任の一部を免除する契約条項については、当該条項において事業者等の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものを無効とすることとしています。新たに事業者の努力義務として、消費者の求めに応じて解除権の行使に関して必要な情報を提供することや、解約料の算定根拠の概要を説明すること、また適格消費者団体からの要請に応じて契約条項の開示や解約料の算定根拠を説明すること等を規定するほか、勧誘時の事業者の情報提供の努力義務について知識および経験に加え、年齢および心身の状態も考慮すべき事情として追加するとともに、これらを総合的に考慮することとしています。第二に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律に関しては、共通義務確認訴訟の対象を拡大することとし、対象となる損害については算定の基礎となる主要な事実関係が相当多数の消費者について共通すること等の要件を満たす慰謝料を追加することとしています。また被告とすることができる者に、被用者の選任等について故意または重大な過失により相当の注意を怠った事業監督者等の個人を加えることとしています。共通義務確認訴訟における和解について、共通義務の損否にかかわらず和解をすることができることとしています。消費者に対する情報提供の充実を図るため、簡易確定手続きにおいて事業者等は知れている対象消費者等に対し一定の事項を通知しなければならないものとすることのほか、共通義務確認訴訟の時点で裁判所が事業者等に対して対象消費者等の氏名等が記載された文書を開示することを命ずることができるものとすることとしています。特定適格消費者団体が行う通知や回収した金銭の分配の業務の支援等を行うため、内閣総理大臣が認定する消費者団体訴訟等支援法人に係る制度を新設することとしています。その他経過措置等所要の規定を設けることとしております。以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。何卒ご審議の上速やかにご賛同いただきますようお願い申し上げます。次に山田